はい、どうも皆さんこんにちは、2月27日本日のヨナちゃんは、はい、こちらロシアのウクライナ侵攻についてでございます。まあもうね、この話題の持ちきりですし、私もこれねちょっとショックでしたからね、思いましたね。まあ何せね、このウクライナ侵攻やったのはこのプーチン大統領なんですが、プーチンさん、はい、こんなことを言ってました。すごいですよ。プーチンさんはですね、まあ、侵攻にの当たってですけれどね、まあ、ウクライナにおけるジェノサイドを止めなければいけない。で、また過激派を排除しなければならない。で、まあ、場合によっては時間の問題でロシアがやがて指摘することになる核の脅威を止めなければならないってね、っていう感じで、まあ、プーチンさん、ジェノサイドを止めるための戦争だって言ってこれ始めたわけなので、このね、ウクライナの歴史とかを、まあ、振り返ってみましょう。はい、本当にそんなことになっているのかということでね。で、まずものすごく、はい、昔に、はい、遡りますけれども、先ほどプーチンさんの中でウクライナはですね、我々と血の中隊があるみたいなね、ウクライナは我々と不可分の一部だみたいなことをプーチンさん言ってるんですけれども、歴史を紐解いてみるとですね、まあ、元々はスラブ系なので、まあ、そういう意味ではそれはまあロシアスラブ系ですからね、同系統の民族ではあろうと思います。ただまあ そんなことを言うとヨーロッパ相当の国が一緒みたいな話になりかねえんですけれども、もともとスラブ系です。で、まあ、地域としてはでもやっぱりウクライナ地域っていうものが、まあ、なんとなくこうみんなそう思ってたっていうことですね。まあそれは日本は日本列島だとみんな思ってるし、中国大陸中華平原はみんな中華平原だと思ってるって、そんな感じに近いですね。そこに例え国が分有割拠したとしても、やっぱりそのウクライナ地域っていうのはみんなこう割に7、8世紀ぐらいの頃にはみんな辺ウクライナって認識したということですね。で、8世紀頃にキエフ公国というのができまして、そして11世紀はなんと欧州最大の国家になっております。非常に発展したわけです。そして10世紀に、ね、東方正教会を国教といたしました。ロシアもこう東方国教会が国教ですから、まあ、そんな感じで歩んでいるんですが、とはいえですね、13世紀にモンゴル帝国によって滅亡させられております。で、その後この地はポーランドとかですね、ポーランドも結構勢いよかった時はあるんですよ。で、ポーランドとかクリミア半国、これはモンゴル帝国の末裔ですね、クリミア半国、またモスクワ大公国などに分割統治された。で、これ見て分かるように、モスクワってやっぱりそれはね、キエフのモスクワ結構距離ありますから、やっぱりモスクワ大公国に支配されたっていうのは単にやっぱり異民族に支配されたっていう経緯なんでしょうね。歴史としてはやっぱりそのモスクワ大公国とそのキエフ大公国は違うよっていうのがイメージだと思います。そしてなんと15世紀にですね、なんとキエフにはコサック国家ができております。コサックダンスというのはロシアのダンスだと思いきや、あれはウクライナのダンスで、ウクライナのあたりにいる武人といいますか、日本における侍がウクライナにおけるコサックで、そのコサックがまあ15世紀ですからね、まあ、鎌倉というのは江戸時代ぐらいのものですから、まあ、武家国家ができたのと同じような感じでコサック国家ができております。はい、まあ、その後18、19世紀で、まあ、ロシア帝国、オーストリア帝国にそれぞれ、まあ、まあ分割されて統治されたというような形ですが、この頃はまあ民族運動が盛んになってますので、独立運動とか起こってます。だからまあどう考えてもやっぱりですね、いや、ロシアの一部じゃないだろうっていうね、別民族としてのアイデンティティを持ってこうロシアに対する独立運動みたいなね、抵抗みたいなのをしてたっていう感じですね。ただまあ1917年ロシア革命が起こります。有名ですね。で、その、まあ、翌年というか、まあ、すぐといいますか、この中でウクライナ人民共和国というのが成立いたしまして、そしてまあソ連邦の一部になるわけですね。ソ連って一つの国じゃなくて、あれ連邦国家でしたから、ソ連邦の一つになったわけです。で、そして1945年に国際連合が成立して独立国として成立と、国際連合にも入ったってことですね。まあこれは相変わらずソ連の中ではあるんですけれどもっていうことですね。1991年にソ連、ソビエト連邦が崩壊して、まあ、晴れてここから独立の道を歩みます。長かったですね。でもまあ意外に重要じゃないですか。だからそのプーチンの言ってることのね、正当性ってあんのかって話 ではい、こちら、そのソ連崩壊後で、ソ連崩壊後親ロシア的政権が続いたんですけれども、1991年から2004年にですね、オレンジ革命でユシチェンコ大統領、親欧米派の大統領がついに出ます。はい、で、そのこの辺から親欧米派と親ロシア派の争いが出てくるんですけれども、2010年
ヤヌーコビッチ大統領、もともと親ロシア派の方は今度はオレンジ革命が、まあ、オレンジ革命ある種頓挫してね、親ロシア派のヤヌーコビッチ大統領が当選しました。でこのヤヌーコビッチさんがですね、でも実はそのEU との調停を、まあ、自分は親ロシアっていうのもあったでしょうし、ロシアからの圧力もあって、もうできていた EU との貿易協定みたいなのもね、拒否したら、今度は欧米派がわってデモを起こして、そしてそれを抑えきれなくなって、ヤヌーコビッチさん、ロシアに亡命しました。そしてその後、はい、これ2010年2月なんですけど、2月22日なんですけれども、その後ですね、実は3月にクリミア併合が、3月17日クリミア併合が起こる。それと同時にあの東部地域でその親ロシア派といいますかね、分離派が東部2州のですね分離運動を起こすわけですよ。そんな中でですね、2010年4月にポロシェンコ大統領ってね、あの親欧米派の大統領が出て、その2019年5月からゼレンスキー大統領、やっぱり親欧米派がつながってるんですけれども、まあ相変わらずずっと争いが続いていくってことになります。でちなみにこの時にできた合意がミンスク合意って言いましてね、ミンスク合意1、2とあるんですけれども、それが、まあ、今回は突如こうね破棄されたみたいなことが起こってます。でちなみにこれと同期してですね、はい、このまあロシアにとっては非常にね関心高いって言いますかね、 NATO の東方拡大っていうのが起こってます。ね、先ほどね1991年ソ連邦崩壊、これねあの私も大学生でしたけれども、ソ連邦崩壊っていうのが起こって、でその後ですね、まあ、NATO がだんだんとね広がっていくわけです。でそれに対してやっぱりロシアっていうのは、まあ、東ヨーロッパ、かつてはワルシャワ条約機構の一員だった東ヨーロッパの国々が NATO に入っていって、それは非常に警戒感を高めていたっていうことではあるんだと思いますね。でウクライナの将来的な NATO 加盟っていうのは2008年の時点の NATO 首脳会談ですでに歌われていて、まあそれは随分ロシアのね神経を逆なでしてるんだろうなと思います。でちなみにプーチンさんはですね、1990年の東西にドイツの合意統合をめぐる交渉でゴルバチョフが当時の書記長にね、あの NATO が東方に拡大しないと約束したっていうのを今更持ち出してるんですけど、って、いやそれ関係、あの本当か嘘か全くわからないってね、あのプーチンさんだけが言ってるっていうことになってます。で、はい、長かった、前振り長かったんですが、まあ、そんな経緯の中から、はい、今回の事態はこんな風にして起こりました。まあ、あの先ほどちょっとお話しましたけれども、2014年東方の東側の2州の分離運動に関してあのミンスク合意ができてる、欧州安全保障機構の関与のもとにミンスク合意ができている。でまた2015年にはミンスク2って、あのその合意がうまくいかなかったんでね、その次の合意ができている。でところがまあこれをプーチン氏がまあ一方的に破棄ということで、まあこの度ほぼほぼ一方的にですね、そのプーチン氏がロシアがウクライナにもう侵攻してきたっていう状況ですよね。でまあやっぱり振り返ってみて、まあそうですね、そのロシアのやってることは、まあ、ある種一貫してるっていうか、もともかくそのロシアが崩壊してその後こう東ヨーロッパがね次々と NATO に入っていくことをなんとか止めようということで機を捉えて、ともかくそのウクライナとかね、あの、まあ、ベラルーシはもうあちらですけどとかの国を何としてもどんな力を使ってでもそれを こちら側にも引き戻すみたいなことをしようとしてるっていうことなんでしょうね。ね、まあ、ちなみにやっぱりこの地図を見るとですね、これね見ていただけると分かるんですが、やっぱりウクライナってでかいですよね。ウクライナ、ベラルーシにプーチンがやったことがいい悪いは別として、まあ、こだわるのはまあ分からんではないって言いますかね、まあ、ロシアにとってはここになければ、まあ、直に NATO と接することになるっていう、まあ、そういうことなんでしょうね、はい、ただまあじゃあ許されるかっていうと、いやいやって、そのどっち側に行くかはねその国が決めることだし、いやじゃあウクライナとそのベラルーシが緩衝地帯になればいいかって言うと、じゃあウクライナとベラルーシは別にそれはそれで NATO と接するわけですよ。結局まあどっかの国は地上に国境がある以上はどっかで地続きになるわけで、それはあっちゃいかんなんて俺だって困るわけですよね。でかつその線を引くのはロシアあんたじゃないっていうことですよね。それはもうそれぞれの国が線を引くべきものなので、まあそれは今回の侵攻はそれは言語道断っていうことだと思います。で先ほど出てきたポロシェンコ大統領、立派です、はい、でなんとこれすごいと思ったんですけど、
ポロシェンコ元大統領、ものすごいお金持ちなんですよ、チョコレートメーカーの社長さんで。ですが今なんとですね、これ町はキエフなのかな、もう民兵と一緒に立ってると。でまあ武器なんかもね、障子がいくつあるとかって言ってましたけど、まあ民兵ですからね、心もとない装備のもとで周りの人と一緒にバリケード築いたりします。すごいです。で、はい、ゼレンスキー大統領、ええ、ゼレンスキー大統領もこれまあ、ロシアが出してるんだと思いますけどね、逃げたっていう情報が出てる中で、いや、んなことでもするかって言って、やっぱりキエフの街にいます。ええ、で、バイデン大統領で、バイデン大統領はまあアメリカ腰が引けてるとはいつもしっかり支援しますよと言っており、そして岸田総理、ロシア軍におけるね、ウクライナの侵攻は力による一方的な現状変更の試みだと許されませんって言ってます。だからまあ、ウクライナに対してそれはもう全力で守るぞっていうのは西側は言ってるんですが、さあここからだんだん話題になってくるんですけど、中国来ました。中国のですね、これで大阪総領事なんですけど、ウクライナ問題から明記すべき一大教訓、弱い人は絶対に強い人に喧嘩を売るような愚かなことを、愚かをしてはいけないこと、仮にどこか他の強い人が後ろに立って応援すると約束してくれてもだ、これと関連でさらに言えば人に諭されて渦中の栗を拾ってはいけないことだってね。これはまあ大阪総領事ですから、まあ、中国のもう立場をね代弁してるんでしょう。だそうするともう中国はロシア側ですよということで、はい。でこちらプーチン大統領ですが、中国とロシアは一心同と言ってますね、はい。そして、はい、こちら25日安全保障理事会でロシア非難決議をしましたが、まあ、ロシアがそのビートって言いましてね、拒否権を発動して否決されてます。で中国は棄権ですよ、はい。でなんでまあこんなことを言ったかというとですね、こんな前振りすっごい長いかっていうと、まあ、これからやっぱりどうするかって話を考えた時にですね、やっぱり誰がどこについてるかって大事だと思うんですよね。であとそのウクライナはまあそもそもこのまま持つのかみたいなね話で、またそれはまた見ていきましょう、はい。戦力比較、陸軍こんな感じです。ロシア戦車12420両に対してウクライナ2596両、6分の1ですね、6分の1です。はい、空軍、戦闘機ロシア772機に対してウクライナ69機、10分の1です。海軍、ロシア空母1隻、意外に、ね、ロシアはやっぱ空母少ないですね。でも駆逐艦15隻に対してウクライナ0、だから実はウクライナ黒海を止められたらどうにもならないです、ウクライナ黒海面してますからね。で軍事費、はい、見てください。軍事費これ意外なんですけれども、ビリオンダラスなんですけれども、日本が49ビリオンで、ロシアが48ビリオン、目ウクライナ 5.4 ビリオン、ですね。そうするとまあ軍事費でも5分の1、ね、はい。核兵器、核兵器はもうウクライナ持ってません。でロシアはなんと核弾頭1625発、核兵器数6375、アメリカ をしのいで、まあ、世界一ですからね。ということなので、まず今後どうなるか、さ、まあ、みんな分かってると思いますけど、それはまあウクライナどう頑張ってもね、持ちこたえることは不可能だろうと思います。さらに嫌な感じで言いますけど、経済力、はい、これもね、日本が500兆、大体まあ500兆円、これやっぱりこれもビリオンダラーズなんですが、ビリオンダラーズで日本は5058ビリオンで、ロシアはそのなんと1483ビリオンですね、 3.5 分の1ぐらいですかね。でウクライナはなんと155ビリオンなので、ロシアの10分の1なんですよ。ともかくロシアだから、はい、まとめますとね、はい、まとめますと、ロシアとウクライナでは、まあ、軍事力で5から10倍の開きがあって、まあ、経済力でも10倍の開きがあって、まあ、何せロシアにはもう超核大国と、世界を焼き尽くせる核を持っていながら、まあ、ウクライナは、ね、ないわけですから、まあ、それはまあこのままの戦いで、まあ、ウクライナが持ちこたえるということは基本ありえないわけですよね。で、まあ、NATO がここに参加しろって、ウクライナ守れっていう意見もなくはないですけど、
まあ負け戦ですからね。でしかもプーチン氏は核を、まあ、NATO 来たら核を打ちかねないので、NATO が行っちゃうと本当にそれは第三次世界大戦になるので、まあ、ね、ウクライナの方には本当に申し訳ないんですけれども、ここはしょうがないんでしょうね。もうどうにもならないっていうことだと思います。まあ、核を持ったクレイジーな人を相手に打てる手は非常に少ないっていうことで、まあ、この後は経済制裁になっていくんだろうということになります。で経済制裁になったときにですね、じゃあ重要なのはっていうことなんですけれども、はい、これでもう一回見てください。それぞれの陣営、先ほどロシアと中国はもうくっついてやるだろうって、まあやるでしょうね。どうしたってやるでしょうね。でそしたら経済規模でそれぞれの陣営がどうなるかっていうことだと思うんですけれども、これね、もう一回見ていただけると分かるんですが、まあ、アメリカ、世界の GDP の 23% を占めております。はい、で中国、まあ、2位ですからね、16.8% で、日本は寂しいことに 5.8% なんですよ。でそれらを計算していくと、はい、こうなります。中国、ロシアで GDP は世界の 18.5%、まあ、大体 20%、 欧米ほか、まあ、西側、まあ、日本とか韓国とか入れてね、まあ、あとオーストラリアとか入れてざっと計算すると 54% だ、過半数は占めてる。で、まあ、残り 30% が残っちゃうわけですよね。で 30% 残って、そこはまあいわゆる発展途上国で、この地域に西側諸国から経済制裁に従えて、それは難しいんだと思うんですよ。でそうするとこの地域は草刈り場になるっていうことですよね。ロシアはおそらくその何をされたって、まあ中国経由でも、まあ、原油と天然ガスを、ね、輸出すると、ね、中国経由でまあお金をこう第三世界に、発展途上国に売って、うん、それを、まあ、お金に変えて、で工業製品は全部中国から買えばいいだろうっていう、そういう方向に行くんでしょうね。ね、その中でじゃあ、まあ、そうは言ったってね、中国もその多いとはいえ 16.8% しか占めてないわけですから、その全てのロシアの輸出入を賄えるわけじゃないんで、残りの 30% の取り合いになるだろうなと思います。でちなみにロシアの貿易でね、その輸出入を見てみますと、はい、輸出こんな感じです。結構、まあ、日本、韓国、中国、結構ね、アジア多いですね。まあやっぱり EU が多いんですね。50% が EU ですよ。で、そうすると EU が本当にこれをロシアとの経済制裁っていうかね、止められるかっていう大問題もあるんですけど、まあ実際止まったら大打撃っていうのはありますね。で、輸入はこんな感じですね。で、輸入はやっぱり中国多いです。で、EU が多い。はい。でロシアと中国の貿易を見るとこんな感じで、まあ、基本的にはひたすら原油を輸出して、ロシアがその中国に原油を輸出して、まあ、中国からその工業製品を輸入しているっていう状況ですね。まあ、何より問題はロシア その天然ガスってやつで、まあ、ロシアの天然ガスでは世界第1位の輸出国でして、で、まあ、こんな感じで、はい、欧州、日本だって随分輸入してますよ。韓国、台湾等々に輸出しているわけですよ。いや、そうするとどうなるか。今後ロシアの、ね、経済制裁をして、まあ、経済制裁何のためにするかって、要は押し上げるためにするわけですから、まあ、基本輸出させないですよね。輸出させてお金を持っちゃいけませんから、なるべくこれをシャットアウトしなきゃいけないです。でそうするとそれは天然ガスの値段が、まあ、ものすごい上がっちゃうわけですよね。でそれは何が起こるかって、それは天然ガスって今電気の発電にものすごい使ってますから、電気の値段も上がって、ありとあらゆるものがこう値段が上がるとインフレが起こるわけですね。でそれに今西側は耐えられるか、でかつ先ほど言った通り、ロシアはその中国を経由して安い天然ガスを、いや原油をね、第三世界まで売りさばくってことをするわけですから、これ結構このまま図式によっては中国が漁夫の利を得るっていうことになるですよね。それをいかに、自分の国の物価も上がっちゃうんで、それぞれ そのヨーロッパも日本も自分の国民の不満も押さなきゃいけないってことが起こっちゃうわけです。
なのでじゃあどうするかっていうことで、はい、1番皆さんのちょっと繰り返しっぽくなりますけどね、まあ、やっぱりそれは西側陣営で結束するんですよね。ともかくそれは結束してやるしかないでしょっていう。でなんせこれを放置するとロシアの拡大が止まらないだけではなく、まあ、交換よく言われていることですけどね、中国も拡大しようとしてしまう。ともかく何やったって大丈夫だってなっちゃうんで、それは何かしたら大損するっていうのを示さなきゃいけませんからね、実行するしかないです。でアジアが草刈り場になるので、まあ、おそらくだらヨーロッパはもうさすがに、ね、結束すると思うんですけど、だって EU って1個ですからね、アジアが草刈り場になるんですよ。でアジア草刈り場になるところは、そこはやっぱり日本担当だと思うんです。だから日本はその TPP 等もね使って、で今までの ASEAN も使って一生懸命働きかけて、アジアを事実上その経済制裁に加えていくですね、まあ、それはリーダーになるべきだと思いますね、はい、そこはこここそ日本の力の発揮しどころということだと思いますよ。で一方これはね意見食い違う人も多いと思うんですけど、まあ思いっきりやっぱ中国とロシアでくっつかれるのもそれはちょっと困るだろうと。で中国はやっぱりなるべく離反してもらうって言いますかね、いやいや中国と、まあ、中国にねいろんなことを無理に押し付けるなってそれは無理だと思うんですけど、でもあんまりロシアとくっついてるとあんたも一緒に制裁食らうぞと。いやでもちょっと離れていれば多少は目つむるけど、ちょっとロシアに不利益を及ぼしていただければそこまでのことはしませんよぐらいの、なんて言いますかね、まあ、そういう橋渡し役になるっていうのは、まあ、これは外交の現実としてありだと思いますよ。やっぱりその中国をいかに離反させるかっていうのは重要なことだと思うので、ね、でそれできる立場にいるのもまあ日本だったりすると思うので、そこはあんまりこう民族主義的なかっていうのにとらわれずにやるべきなんだろうなと思います。であとエネルギーの値上がりに関して、これもさっきみんなで協力して経済制裁やるべきだと言っておいて何なんですけど、あんまり厳密にやるとやっぱりね各国は持たないと思うんです、ね、なので一定程度はやっぱり出させていいんだと思うんですよ。そのロシアもだって本当にゼロにするわけにはいかないっていうのは、ロシア人を飢え死にさせるわけにもいかないわけじゃないですか。だからそこはある程度出させると。でも、まあ、これは言葉としていいかどうか分かりませんけど、それをロシアの経済発展につなげないんだと思うんです。だからもう北朝鮮化するって言いますかね、要するにロシアは国家として一定量の天然ガスなり何なりを輸出するのはまあうまい理屈をつけて許しちゃうと。でもそれをむしろ何て言いますか、そういう言葉は難しいですよね、キム一家を温存しているように、むしろプーチン氏を温存して権力の独占というか富の独占をまあある種放置して、それによってロシア全体が実はこう貧しくなっていくっていう図式をうまく作ってやるっていうことだと思うんですよね。でその上で重要なのがこの、もう実現しそうでしたけどね、この後藤さんっていう日本経済新聞のツイッターを使わせてもらいましたが、スイフトっていう銀行間決済をからロシアの銀行を排除する。でこれもちろん排除したって、まあ、最悪現金取引でできるからね、いやできないかもしれないですけど、ちょっと現金としては大きすぎるんでしょうけど、まあ排除したこと自体が即貿易を止めないんですけど、でも本当にいいことにこう程よく民間経済を止めてくれるわけですよ。民間の送金ができなくなるから、民間でこう柔軟な送金ができなくなる、で国家管理のどでかいところしかできなくなるの でそうすると やっぱりそれは経済としては民間がうまく細かいようにできないとどんどん衰退していくんだけれども、でまあ国家としてある程度できて、で、まあ、それによってまあある程度世界のエネルギー事情を緩和しながら、でかつ、まあ、プーチン氏みたいなその独裁権力はもうむしろね、もうもはやしょうがないっていう感じで微妙に温存しながらこうロシアの弱体化をもたらすっていうような、まあ、そういうこうちょっと持久戦に持っていくしかないんだと思うんですよ。でそんな上んなことって言うかもしれませんけど、先ほど示した、まあ、やっぱりねこれがありますからね、ロシア世界で一番核弾頭を持ってる国ですから、まあ正面からやるっていうのはちょっと無理でしょうっていうことで、こういうことをもう戦略性を持ってもはや10年20年の戦いだっていう感じでやっていくしかないんだと思いますよね。はい、今です、実はですね録画時間が長くなりすぎてちょっとカメラが落ちちゃったのでリスタートしてるのでちょっとこうセッティングとか変わってますけど気にしないで、はい、聞いてください。はい、次、
はい、日本の課題2なんですけれども、まあ、今ほどね、その経済制裁をしっかりやっていくのが大事で、そしておそらく盛り場になるであろうアジアをまとめていくのが日本の役割だって言ったんですが、でそれはそうなんですけれども、このその後ですね、まあ、やっぱりその安全保障、その問題を避けて通れないっていうのは、それはね、やっぱりそうなんだと思います。で今回の件を見ても、いやそれは分かりませんけどね、もちろん NATO に加盟しようとして今回の騒動が起こったって起こったわけなんでしょうから、必ずしもその安全保障が常にプラスではないんですけれども、まあ先に入れているバルト三国はまあ何事もなく、そしてウクライナが標的になったっていうことを考えると、やっぱり集団安全保障体制を築くのは重要だってね、これは否定できないんだと思います。先ほどアジアがその経済制裁における草刈り場になるって言ったんですけれども、それは つまりその経済ブロック体制みたいなね、ブロック経済みたいなものでの草刈り場になるということであり、それは同時に安全保障での草刈り場にもなるってことなんですよ。だってここ、その欧米が手をこまねいていたら、それはもうロシアと結託した中国が、中ロ連合がそこに安全保障体制を築いてしまうってことになるんだと思います。だからそこはもう避けて通れない。で同時にその経済とその安全保障って常に一体ですから、安全保障をしていく中で、やっぱりアジアに、 NATO とは言わないですけれども、まあ、それに近い一定の安全保障体制を、それはニュージーランド、オーストラリアも一緒になって作っていくってことをね、ぜひ、まあ、それは取り組んでいくっていうことだと思います。はい、それはもう避けて通れません。でも同時にこれ請求に進めちゃうと、それこそ今回のウクライナはね、二の舞になっちゃうわけです。もう慌ててもあちこちにミサイル配備するなんてやったら、と直ちに戦火がアジアからまた勃発してしまうってことになっちゃうので、そこはやはり慎重に慎重に物事をね、進めていくっていうことが必要だろうと思います。はい、でそんな中でですね、こちら、はい、憲法9条を嘲笑うのは適切か。今ね、その集団的安全保障みたいな話をしましたけれども、まあ、そうすると憲法9条なんて国を守れないじゃないかとか調子に乗ってこう嘲笑う人たちが出てきてるんですよね。で私それはね、違うんだと思うんです。でなぜかっていうと、まあ実は今和平交渉始まらんとしているんですけれども、ロシアが求めているのはウクライナの非武装化と中立化ですよ。でしかもそれを法的保障を持ってってことなんですけど、それよく考えると、それ憲法9条そのものじゃないみたいなところがあるんですよね。でそれは、まあ、もちろんそれをロシアがちゃんと守るかどうか分かんないし、そうやって非武装化した上でさらに結局傀儡政権みたいなのを作ってね、その、まあ、よりこうロシア化を進めてしまうのかもしれないんですけれども、でもそれってじゃあそれをしなくて、そういう言葉がなくて合意できるのかって、それはできないわけですよね。さらに振り返ってみると実は昔の日本だってそれに近い、今のウクライナに、ね、近い立場だった。そのアメリカと、もう当時その第二次世界大戦の終了後にも冷戦は直ちに始まってるわけですから、アメリカとソ連の狭間の中で、しかし独立をしようと。でその時にはやっぱり非武装化とその交戦権の放棄、まあ、それは要するに中立化に近いですよね。交戦権の放棄というものを憲法に書くということによって、それはみんなが認めて、国際社会が認めてくれて独立できたわけです。だから実はウクライナに憲法9条があれば今回は起こってなかったかもしれないし、もしかして今回ウクライナ憲法に、まあ、もしくは条約にそういうことを書き込むことによって、この戦火は一時的かもしれないけど止まるかもしれないわけですよ。だから憲法9条がね、だから果たしてきた役割って非常に大きいわけで、それを嘲笑するってそれは違うだろうと。ただまあ先ほど言った通り、これ現代的な意味付けっていうのは必要で、まあそこはその少なくともね、日本に直接関わるアジアの地域における安全保障、それを集団的な安全保障というものに関しては、まあ、現代的にこう考え方をか、まあ、合わせていくってことは、それは必要なんだろうと思います。でそんな中でさらに、ね、こちら出てます。はい、核武装核シェアリング論、もうね、もう本当にこういうことが起こると極論を言う人がいるわけですよ。安倍晋三さんと、もう本当に橋本徹さんね、民間人らしい橋本徹さん、核シェアリングをしなきゃいかんと。このままでは国が守れないから核シェアリングをしなきゃいかん、ね、でしかも橋本徹さん
威勢のいいことを言う資格があるものは志願兵になるものだけだ。はあ、志願兵になれないなら NATO の指導者に政治的妥結を促せ。日本の国会議員は何人が志願兵になれるだろうか。もうね、もう本当げんなりなんですよ。まあ、要するに橋本さんのロジックは、国を守るには核武装がいる、ね、核武装ができないなら国は守れない、だからもう NATO は妥協するしかない。でそれを妥協できないんだったらお前志願兵になれ、志願兵になれないんだったらそんな他のこと言う資格はねえ。もうはぁっていうね。もう本当この人をその指揮者としてコメントさせるのは本当どうかと思いますよ、私いくらなんでも、ね。まあ、まず真面目にね議論ちょっと確認しましょう。核シェアリング、核武装、核シェアリング論は適切か。はい、まず、まあ、核シェアリングってその何言ってるのかよく分かんないんですけど、正直言ってね。まあ、単に核ミサイルの基地を日本に置くっていうだけなら、いや別にそれ特段なんていうかあんまり状況変わんないわけですよ。だって別に今アメリカ本土にある核ミサイルだって、まあ、仮にまあロシアがなんか日本に核攻撃を仕掛けたとして、別にアメリカ本土にある核ミサイルからって全然報復できますんでね。何も日本に本土に置く理由はないっていうか、日本本土にその基地を置いたら単に先制攻撃の対象になるだけなので、全然こう日本に核ミサイルを置くことは特段抑止力には関係ない。で核シェアリングってからには核シェア、シェアするんでしょうけれども、でまあそれね、まあ、じゃあ日米でシェアしましょうってことになるとして、まずこれ日本単独で核ボタンを押せるんですかっていう話なんですよね。でまあこれ、まあ、普通アメリカ軍が日本単独で核ボタンを押すことを許すとは到底思えないので、いや思えないでしょ。で結局アメリカにうち核攻撃受けたんでは核ボタンを押してくれませんか報復にって言うんだったら、それは現状と何も変わらないですよね。それはもう全然シェアじゃないっていうか、それに単独で押せないものっていうのはほとんど意味がないわけですよ。それはシェアしてるっていうのかっていう話になりますよね。まあ、むしろこうアメリカにとってはもしかして日本が合意しないと押せないとかなったら、単にアメリカにとってはこう足かせなだけですから、そんなもんアメリカが合意するわけもないですしね。だから極めて無意味なんですよ。でじゃあって言って、いやじゃあもうなんかアメリカはすごい、いやいいよって言って、日本単独で押して日本に攻撃があった場合、日本単独で報復ミサイル押していいよって言ったとしたらそれは日本だけのわけないですよね。まあ当然ドイツも、まあそれは日本に認める以上ドイツも認めるでしょうし、多分それはまあ韓国とかニュージーランドとかオーストラリアとかも認めるんでしょうね。だそうするといろんな国が実は単独で核ボタンを押せることになっちゃうわけですよ。でそこまでならまあ西側だからね、理性働くんじゃないのかなって期待は持てますけれども、いやその理屈が通るなら、いやロシアだって、いやいやじゃあ俺たちだってシェアしていいんだよねって言って、いやじゃあ北朝鮮いいよシェアしようよ、シリアいいよシェアしようよって、いやベラルーシいいよってシェアしようってなりますよね。だから核シェアリングって一回認めちゃったらそれはもう核拡散と一緒ですよね、もう事実上。なそれはもう完全に核拡散を認めちゃってる、もう収拾つかない状態になる。で、まあ、シリアなんかにロシアが認めようもんならそれはもう直ちに使われるんじゃないかっていう話になっちゃうわけなので、まあちょっとおよそまともな議論とは思えないっていうことになります。まあそもそもそんな認めないしね、まあ、最初に戻ってアメリカ単独で日本にボタンを押すことなんて認めっこないので、まあ、そもそも無意味っていう議論だと思います。でじゃあってんで、まあ、シェアはもう無理だってことだったら最初に戻って NPT 核拡散防止条約ですよね。核拡散防止条約を脱退してですね、いきなり日本で核武装しましょうかって言ったらどうなるかって、いやそれはもう直ちにロシアと中国が日本に対して非難決議を出してですね、そしてまあこの皆さん勘違いしてると思いますけど、おそらく米英仏もそれ拒否しないですよ。だって彼らって自分たちだけは核保有国でいた方がいいんですもん。でそうしたらもう日本がそれこそ今のロシアみたいな立場でもう世界中から経済制裁食らうっていうことになっちゃうわけですよね。だからもう本当に核武装とか核シェアリング論とかっていうのは極めてね非現実的なだけじゃなくて、まあ もしそんなことをまあ実際に実現しないからいいやと思ってんならかもしれませんけど、でもそんなことでこう世論がこうすごい沸騰しちゃって、世論って言ったら時に暴走しますからね、沸騰しても核武装に突き進んじゃったりしたら
それこそその日本が北朝鮮化してしまうっていう危険があるわけで、まあ、ほんそんな無責任なこと絶対言ってくれるなよって私は思いますけどね。だから本当にこう、まあ、このね戻りますけど、まあ、このお二人、まあ、どうかと思いますよ。でこの方をね創設者として崇め奉ってこの人を批判するともうものすごい勢いで批判してくる、ね、政党な維新って言うんですけれども、その政党も本当どうかと思いますね私、はい。で最後まとめです。こちらちょっとね、理想は戦わなければ得られないが言葉の戦いは無力ではない、うん、これはね朝日新聞の高野さんという記者の方がツイートしています。欧米諸国を厳しい制裁に踏み切らせたのは先週24日の緊急電話会議のゼレンスキー大統領の言葉だったとワシントンポスト紙が報道している。我々は欧州の理想のために死んでいく、生きて会えるのはこれが最後かもしれない、非常に感情的な5分間の訴えだったという、まあ感情的というか感動的というかね。いやゼレンスキーさんはそれはそういう覚悟でしょう。だって本当に狙われてると思いますもん。もうねその覚悟はあると思いますよ。下手したら拷問の末殺されかねないですよね。これを笑うかっていうことだと思うんですよ。その民主主義とか自由主義とか人権ってそれはやっぱり戦わずして得られたものじゃ ないんですよ。その橋本さんが言ってるみたいに、いやもうしょうがない、もうロシア強いからもうロシアに妥協しようぜとかって言ったら、それはロシアが専制国家みたいなところがどんどん調子に乗ってどんどんと増えていって、でまた民主主義国家の中でもね、いやじゃあやっぱ先生の方が強いから先生になろうよとかって言って、いやうちも先生主義になりましたってついで なっちゃうわけじゃないですか。まあ、橋本さんのもしかしてなりたいのかもしれないけどね、もう本当にやっぱり民主主義とか自由主義っていうのは戦って守らなきゃいけないものなんですよ。でもねその戦いはじゃあお前傭兵になれってきっと言うんでしょうけど、いや傭兵にならなくてじゃあ核武装すると、核武装もしなくて言葉で戦う。でそれは言葉は直ちには無力ですよ。それは言葉によって敵は今眼前にある敵は排除できないし、ゼレンスキーさんがどんな感動的なことを言ったってそれは殺されるかもしれないんですよ正直言って。まあね、でもそれによってロシア非難決議、国連がね安保理で決議して、国連総会で緊急特別会合を開くって安保理で決めました。これは手続き論なので拒否権ないんですよ。でその決議ももちろんね言葉だから無力ですよ。そりゃただそれによってロシア軍は引き上げません。でも言葉は残るんですよ。やっぱり言葉は残って多くの国々の人たちの心を動かして、そしてロシアのやり方を排除しなきゃならない、できるんですよ。でその言葉が10年20年ってね続けば、それは10年後20年後民主主義勝てるかもしれないんです。そういう戦いをやっぱり我々はしなきゃいけないです。それを笑っちゃいけないし、我々はそれをしなきゃいけないんです、ね、だからぜひ本当にねあんな過激なことを言う人たちの言葉にこう惑わされることなく、我々は自由主義民主主義のために全力で、でも可能な限り言葉とそして経済で、そして同時にそれをね裏付ける安全保障もしながら、でも粘り強く歩んでいきたいと思います。そのためにね私も、まあ、国会議員ですからね、できることを全力で頑張っていきたいと思います。どうぞご支持、ご声援をよろしくお願いいたします。そしてまたヨネちゃんへのご登録よろしくお願いします。ご視聴大変ありがとうございました。